課題を読んで、自分の中で、まあ、こうしたらもっとうまくいくんじゃないとか、こうしたらもっと面白いとか、実はこういうテーマを絡んでるよねみたいな、この作品はどんな作品なんですか、どんな風に読者の方に読んでもらいたいんだろう。こんにちは、出版就活チャンネルの倉田です。このチャンネルは出版社への就活を目指す学生に向けて現役編集者の方のお話をお届けするチャンネルです。今回も前回に引き続き千代さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今回はヒット作品を出す秘訣について深掘りしていきたいなと思っております。 C が漫画大賞2021年2位、この漫画がすごい2022男編でも2位、手塚治虫文化賞漫画大賞に選ばれ大ヒットいたしましたが、最初からこれは当たるって思いましたね。最初はやったらちょっとどうなるか分かんないなとは思ってましたね、うん、その面白いっていうのはかなり確信を持ってたんですけど、うん、まあ、それと売れるかどうかっていうのはまあ別かなというふうに思っていたん で、売り方としてはメジャーな作品のように仕込みとかで売っていくというよりは、賞を取るかインフルエンサー的な方に使って、まあ、その人に広めてもらうみたいな、なんか引き上げてもらう形じゃないと最初はちょっと売れないんじゃないかなというふうに思ったんで、うん、この一巻が出たタイミングで漫画大賞で2位をいただいたっていうのはもう本当に嬉しいというか、うん、理想的な形だというふうに思ってたんで、そうですね、ありがたかったですね。アメトークとかでもね、紹介されて、そういうのもめちゃくちゃよく嬉しかったですね、うん、まさに。もし知らなかったら地の説って思って、いや、そうなんですよね。確かに取っかかりにくさはありますよね、はい、結構、まあ、地の説っていう題材もそうだし、科学についてだったりで歴史の漫画だし、うん、まあ、しかも舞台がヨーロッパっていうのもあって、うん、まあ、作家の後藤さんとも喋ってたんですけど、もうすごい初期の方ってあんま地動説っていう文言とか、うん、歴史っていうとか科学とか、まあ、そういうの出さないようにしようって言ってたんですよね、まあ、結構最初の方って、うん、何の漫画なのか分からんみたいな、まあ、タイトルも知る意味がいらしい、まあ、とにかくすごい漫画なんだみたいな感じで、うん、宣伝していこうっていう、うん、ある程度こう調べるようになってからは、まあ、地動説とかも入れちゃっていいかなというふうに思っていたんですけど、まあ、最初のうちはもうとにかく売りにくそうな要素の部分は全部はしょって持ち出していこうというふうに決めてました。なるほど、そういった戦略が。そうそうですね、最初まで始めようときにうんってなって、はい、もう一周しました。あ、本当ですか。じゃあなんか連載中は本当にどうなっちゃうのか。そうですね、まあ、小野さんも僕も知性っていうものの、まあ、かっこよさというものがすごい信じていて、うん、それは、まあ、哲学の領域とか、まあ、思想と か、うん、なんかそういったところの趣味がすごい合ってたんで、うん、そういうかっこよさについての話はよくしてましたね、打ち合わせでも、うん、まあ、あとは打ち合わせの途中の8割9割ぐらいはずっと恋話してましたね。ひたすら恋愛の話してました。関係ないんですけど、どっちの恋愛の話。いや、もうお互いにしてましたね。お互いにしたんですね。まあ、ロスさんはその年齢も近かったっていうのもあって、うん、結構本当に友達みたいな感じの、まあ、もちろん仕事は仕事っていうふうにしてましたけど、うん、じゃあ、まあ、ここで打ち合わせは一旦終わりということで、で、いや、先週なんですけど、俺、前、こう話してたじゃないですかって、うん、そういう話はすごいしてましたね。いい信頼関係、その関係性でしたら、何でも話せるって感じは、結構別だったかもしれない。まあ、一つあるかもしれないですね。地では難しい言葉とか知識とかが結構出てきたと思うんですけど、はい、勉強されたんですよね。まあ、太田さんがちょっとこれ読んだ方がいいですよみたいなお勧めしてくださったやつは読んでましたけど、基本的なその地動説って何なんですかみたいな、まあ、本当に専門的な知識みたいなものは、もう太田さんが個人でガンガン本とか読んだりして、もう調べていってくれましたね。そうそう、で、まあ、必要に応じて大学の教授とか、もしくは博物館とかは一緒に取材を行ったりしたんですけど、本当に根幹部分の知識っていうのを太田さんがご自身でどんどん勉強していかれたっていうのが大きいですね。すごいですね。こんだけもうすごい難しかったから、はいはい、どうやったんだろうって思って、ひたすら本読んでましたね、うん、すごいですね。これ多分理系の人が勉強になるかもしれないぐらいの、まあまあそうですね、結構幸いその天文とか、まあ、歴史とかを専門にしている方からも結構好評をいただいたりしてて、うん、科学雑誌の権威のあるやつで、まあ、ニュートンっていう、うん、本というか雑誌があるんですけど、理系のそれとかでもなんか科学とかを扱った名作100選みたいなやつにこう選んでくださったりして、うん、その時とかは大津さんと本当にお喜びしてましたね。そうですね、頑張ってそうそう専門家の方に認めてもらえたんだっていうのはすごい嬉しかったです。確かに1から話なんですけど、0から1の新しい企画を作
作ったりすることがあるんですけど、はいはい、その時に何か意識してることがあったりしますか？それは僕は自分はちょっと無理だなと思っていて、うん、0から1はやっぱり僕は作家さんのお仕事だと思ってるんです。だからそれのお手伝いはまあできると思うんですよ。そのいろんなお話をしたり、ある種のヒントとか刺激みたいなものを作家さんに与えることによって、作家さんが想像力を働かせて、あ、じゃあこういうのをいけるかもみたいな、その01をやってくださるとは思うんですけど、まあ、編集者にはちょっと01はやっぱりできないんですけど、それができるんだったら作家になるよと思うので、うん、01はそうですね、お手伝いしかできないという意識でやってます。じゃあ1から100にするときにはどういうアドバイスしようとか。それはこっちがやっぱ編集者の仕事だと思ってるんで、打ち合わせだったりそのいただいたものを読んで自分の中で、まあ、こうしたらもっとうまくいくんじゃないとか、こうしたらもっと面白いとか、これって実はこういうテーマをはらんでるよねみたいな、そういった気づきがあったら、まあ、なるべく全部言うようにしてます。あと、まあ、まあ読者の方に届けるよっていう時に、この作品はじゃどんな作品なんですか、どんな風に読者の方に読んでもらいたいんだろうっていう、デザインとか、まあ、キャッチコピーとか、そういったものとか宣伝の方法とかに、まあ、現れてくると思うので、そういった部分がすごい頭を働かせて、僕は結構思ったこと何でも言うんですけど、うん、まあ、それをなるべく前の動画とかで言った、まあ、根拠付け、その理論立てて理屈をつけて言えるようにしています、うん、なるほどなるほど、根拠があればね、確かにそうですね、逆に言うと作家さんはその根拠に納得できなかったらその意見はちょっと僕とは違いますって言えるんで、やっぱ感覚だけで喋ってると水掛け論っていうか、僕はそう思う、意見僕はこう思うだけだとちょっと価値観が違いますよね、あなたの主観ですよねなっちゃうんで、うん、話し合いができる、対話ができるようにするっていうのを意識してやってます、うん、基本的には会話で作っていくんだよね。そうですね、そう思います。最後もう一個質問なんですけど、はい、新しい漫画とかで持ち込まれることとかあると思います、はい、そういう時って何を見てますか？新人さんで読み切りというか、うん、これで連載したいんですっていうものじゃなくて、ちょっと担当になってくれませんか的な持ち込み、うん、この方が一般的だと思うんですけど、うん、の場合は聞かれるものがあるかどうかっていう、その1点だけです。かだ例えば全体のストーリーはちょっとこれ辻褄合ってらっしゃい、めちゃくちゃじゃないみたいな感じでも、もう1箇所でもけどこのセリフはすごいなみたいなものがあるかとか、なんか絵とかはいまいちかもしれないけど、そのストーリーの伏線とかでめちゃくちゃびっくりさせられたとか、明らかにつけるレベルのみで、この人にしかこれはつけなかったんじゃないかなっていうものがあるかどうかを見させてもらってます。総合的なポイントってよりかはピンポイントで、そうですね、これだっていうものを、まあ、総合的にまとまってるものっていうのは、まあ、勉強さえすれば誰でも作れると思うし、うん、そもそも編集者でも作れると思うんで、まあ、さっきの01の部分、作家に求めている資質があるかどうかっていうのを、まあ、そこでは判断させてもらってます。それを見抜ける力が編集者です。まあそうですかね。指導説もあの人に言ってましたけど、覚えてなかった。そうかもしれないですね、うん、指導説が分かった他になかったものです。そうですね、スカイパロットさんのすごいところだなと思います。そういった意味でもヒントですかと思うし、そういう力が作家さんに必要で、それを受けるのが編集者なんですかね。そうですね。今回はヒットの秘訣について深掘りしていきました。編集者っていうものが少し見えてきて、全然編集者のイメージとかなかったんですけど、会話をすること、編集者以外にも通じる力、例えば就活にも通じる力とか勉強になりました。出版社に就活したい人以外にも参考になると思うので、友達とかにも教えてあげてください。今回はありがとうございました。はい、ありがとうございました。このタイミングで宣伝の方をさせていただこうかなと思うんですけど、はい、僕が今担当している5つ今作品があるんですが、ちょっとそちらの宣伝をさせてください、はい、まずはこちらの地球の運動についてっていう作品なんですけど、これの最終巻が6月30日に発売になります。ついにやっと大体2年ぐらいかけて、まあ、最終巻に来たんで、まあ、まだ読んでないよっていう人はぜひ読んでいただいて、もう読んだよっていう人はできれば当日とかに買ってみんなとね面白さを分かち合って読んでくれればいいなと思います。で次にこの日本三国っていう作品の第2巻が7月12日に発売になりますので、まあ、これもね結構話題になってる作品なので、まだ1巻しか出てなくてすぐ追いつけますので、ぜひそっちの2巻も合わせて読んでくれると嬉しいです。
っていうのと、異世界ありがとうっていう作品が漫画で連載してるんですけど、これまあ異世界転生ものなんですが、まあ、ちょっと他の異世界転生ものとは違うぞという思いを持って作っている、結構新しい切り口というか、まあ、不思議な切り口でやっている漫画なので、異世界ってうーんみたいに思っている人もぜひ読んでほしいなと思ってます。であとレッセルマンっていう作品があるんですが、これスピリッツと漫画で同時連載してまして、ハネバドっていう作品をグッドアフタヌーンで連載していた浜田光介さんっていう作家さんがいらっしゃるんですが、うん、その方が今度はダークファンタジーに挑んだ、まあ、すごい巨大な作品になってますんで、本当に本格的なガチダークファンタジー作品で、もう絵が圧倒的にうまいんで、まあ、それはぜひ読んでほしいです。で最後に密かにあされっていう作品、こちら漫画版でやってるんですけど、これはあの海の密漁を題材としていて、密漁漫画っていう結構こう新しい切り口というか、あこんな世界あるんだみたいな裏社会ものなので、闇金牛島くんとか好きな人だったらすごい楽しんでくれるんじゃないかなというふうに思ってます。はい、こちらの5作品を、まあ、本当にもう全部面白いと思って作ってるんで、ぜひ読んでください。はい、ここまでこういろいろ喋ってきましたけど、うん、就活系の相談というか OB 訪問とかすごい受けてるんですけど、うん、そういったこう質問がある方がいたら、僕の Twitter の方で質問箱っていうサービスを使って、うん、いろんな質問とか受け付けてるんで、そちら使っていただいてもいいですし、僕の Twitter のプロフィール欄のところに僕が OB 訪問に来てくれたら、まあ、大体こんなこと喋ってますっていうのをまとめた動画YouTube にアップしたので、そちら見ていただいても、就活で僕がこう伝えたいな、こういうことがまあヒントになるんじゃないかなと思ったこと、そちらの動画で喋ってるんで、まあ、よかったらそちらも見ていただけると助けになるんじゃないかなというふうに思ってます。はい、はい、ありがとうございます。はい、皆さんぜひ漫画ワンのアプリダウンロードと、そうですね、これが6月30日、7月12日、はい、皆さんぜひ書店に GO でお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。皆さんご視聴ありがとうございます。漫画編集者などエンタメ業界志望の皆さん、漫画編集者インターンにチャレンジしませんか？アシスタントなどではなく、一つの作品の責任者として企画作り、チーム集め、打ち合わせ、制作進行など、漫画編集者に必要な経験を積むことができます。現役インターン生のインタビュー記事もぜひ読んでみてください。インターンの申し込みは概要欄から。